人生の風は強く吹くけど、俺は立ち向かう痛みと悲しみの中、魂を探し続ける。俺は誰だ、俺の中には何がある。暗い空の下、真実を探して歩き続け、周りは空っぽだけど心の中は燃えている。俺の魂は強い、決して火をしない。魂が自由になりたがって、体から逃げ出そうとしている。その道をどうやって閉ざせばいい。俺が悪いのか、百の棘をその心に。魂が迷わないように、俺は守り続ける。俺は常に糸か棘が深く刺さるけど、俺は魂がその道を取らないようにする。その罪は心を焼くけど、俺は守る、決して離さない。迷わないで、痛みを避けるために、この毒の世界はただ苦しみをもたらすだけだ。天国と地獄は空の上にあるのではない。それは私たちの中に、魂が宿る場所にある。苦しみと痛みから光が生まれる。嵐の中から生まれた真珠のようにどこで答えを見つければいい。自分の中を見つめたけど、そこにあるのは嘘ばかり。真実は見つからない。天国と地獄は空の輪ではない。早は魂の二つの半分、終わりなき戦いの中にある。苦しみからあなたが生まれる。俺たちの一歩一歩が教訓だ、試練だ。全てを失っても魂だけは守れ。それは内側で燃え続ける。決して消えることのない日だ。全てが失われても、この灰は再び満たされる。ただ魂が清らかであれば、それが重要なんだ。天国と地獄は空の上にあるのではない。それは私たちの中に、魂が宿る場所にある。苦しみと痛みから光が生まれる。嵐の中から生まれた真珠のように。俺はさまよえるものを見た。土の中で横たわっていた。彼は信仰、法律、王国を笑い飛ばしていた。何も信じていなかったが、その魂は輝いていた。恐れのない心、ただ純粋な光。彼は真実を否定し、遠くに歩き去った。でもこの世界のどんな日よりも、彼の魂の炎は強かった。誰も彼を理解できなかったが、彼は星のように輝いていた。そんな魂はこの世でもあの世でも見たことがない。天国と地獄は空の上にあるのではない。それは私たちの中に、魂が宿る場所にある。苦しみと痛みから光が生まれる。嵐の中から生まれた真珠のようにその魂が低ければ低いほど、彼の花は高く上がる。星に手を伸ばしているけど、内側には何もない。本当の成長は内側にあり、太陽の下にあるものだけではない。一人でいる方がいい。炎を守れ。誰かに魂を与えず、心を失わないで。魂は無価値ではない。それを無駄にしないで。それを大切にしないものに与えても、何も返ってこないんだ。魂よ、愛と優しさを求めるな。それは他人から来るものではない。自分の中に生まれるものだ。自分の心に愛と優しさを作り出せ。外で袖を求めるな。光を消さないで。おー魂よ、俺を壊したけど、苦しみを超えて今俺は自由だ。一人で歩いてきたけど、魂を手放さなかった。そして今お前は戻ってきて、灰を満たしてくれる。